異変に気づきましたか皆さん一人なんですよ先週のラジオ聞いてなかったらもしかしたらわからないかもしれないですけどね今日からあのー、一人なんですよじゃあちょっと証拠見せましょうかジングルも違うからえ聞いとけよえ聞いとけよせーの もしもしも下地大気ですよろしくお願いいたします今日からですね新番組大学生っぽいラジオシーズンセカンドが始まります皆さんお楽しみくださいはいどうもよろしくお願いいたします大学生っぽいラジオ、えー、シーズンセカンドということでですね、えー、今週からですねもう新しく番組があの変わります。 先週まではですね大学生っぽいラジオ学生芸人5代目リーガルを添えてという番組をですねダラダラとね、あのー、12月からやってたんですけれどもですね、あのー、先に結果から言りますとくだと解散したんですよね5代目リーガルはね、あのー、解散したんですよですのでね、あのー、今週から、あのー、僕だけで番組やります <laughs> すごいでしょもうね、あのー、なんでかと言いますとですね あの先週のラジオを聞いてた人しか分からないかな先週、急に解散宣言したから多分分からない人も結構いるかもしれない、まあ、その前にまず五代目リーガルが分からない人の方が多いかもしれないですけど、まあ、簡単に説明しますとですね五、まあ、代目リーガルというコンビですね12月から FM 小田さんで大学生っぽいラジオこのね学生芸人五代目リーガルを添えてって番組をこの時間から1時間毎週や,やらせてもらってたわけですけれども。 あの管かがあのお笑いやめるということで、まあ、学校が忙しいという理由なんで、まあ、しょうがないんですけど、お笑いやめるということで、それに従い、5代目リーガルも解散すると、そうなんですよ、まさみさんからの,あのツイキャスのコメント開催しちゃ、解散しちゃったんだと、あの先週聞いてただろう、<laughs> 先週、がっつりまさみさん聞いてたような気がしますけどね、解散しちゃったんだって、あなんか改めて思った感じですかね。 まあこうやって残念がってる人もいてくれてねありがたいですけれどもあの解散したんですよ先週をもちましてだから、くだかは先週までの放送で終わりということでえそれに従いあのラジオの番組名に5代目リーガルを添え,てを添える必要がなくなったのであの大学生っぽいラジオシーズンセカンドというだいぶかっこ,いいかっこめのねっこい良かっこよさげのね感じでねあの今週からもう始めていきますもうシーズンセカンドももう英語ですからね カカタカナとかかじゃないですからねもうシーズンセカンドってもう英単語ですからねもうかっこいいですからねそれはみたいな感じでもう、まあ、パーソナリティ一1人なんですけどまた来週から、あのー、毎週ゲスト多分芸人の仲間友達の方とか呼んでゲストで呼んで楽しくラジオしていくという形になると思います、まあ、まだよくわからないですけどとりあえずあの今週はあの挨拶がてら1人でやるということで,すので皆さんよろしくお願いいたします まさみさんからのコメントで、えー、ショックだわということで来てますけどもねあまりショックで SHOCK の英語のバージョンのショック使わないけどねあんまりあんまり使うのを聞かないですけどねだいたいカタカナでショックだわって言うと思うんですけど、まあ、まあ別にどうでもいいですけど、えー、よろしくお願いいたしますツイキャスの方でもお願いします、えー、この番組ではですね、えー、メッセージ 募集しております、えー、ツイキャスの方でもですねいくつかコメント来ております。ありがとうございます、えー、その他にもですねラジオ、ユーストリームで聞い,ていただ聞いていただいている方々はですね、あのー、ツイキャスみたいに、えー、パソコンに文字、コメントをリアルタイムで、えー、ポン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 っていうのができないので、えー、メールで募集しております。メールアドレスは 七六一アットマーク fm 小座。jp 七六一アットマーク fm 小座。jp でお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。えー、もう一回言う。七六一アットマーク fm 小座。jp です。よろしくお願いいたします。もう一人なんでね。あのメールガンガン読めますからね。もう本当に久高の地下しゃべる時間がないんで、もうどんどん読んでいきますので、よろしくお願いします。 えー、コメント来てますサ、えーエイさんからユアショークと来てますけれども、えー、どういう意味なんでしょうかよくわかりませんスルーしましょう、ね、こんな感じでもう全然どんどんツイキャスの方でもですねツイキャス見てる方々は、えー、コメントもどんどんしていただければ、えー、どんどん読んでいきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたしますあまさみさんからあ改めてコメント番組名はということで、えー、番組名がですね、えー、もう一度言います大学生っぽいラジオ っていう名前はえ変わらずにメインの名前は変わらずにえ学生芸人5代目リーガルを添えてっていうなんかあのよく分からんそんなに面白くもないサブタイトルをあのーシーズンセカンドに変えますセカンドシーズンじゃないですかこの番組ももう一区切り解散という一区切りついてえ2個目2つ目のシーズンに突入したということであの大学生っぽいラジオシーズンセカンドというね名前でやらせていただきますのでよろしくお願いいたします まだねあのジングルとかがねオープニングのジングルしかあの決まってなくてですねあの途中の CM 明けとかに挟むやつがまだ決まってなくて前のやつ使ったりしますけどこれからどんどん整備して番組とかのなんか BGM とかもいろいろ作っていきたいなと思ってますのでこれからもよろしくお願いいたします5代目リーガルのねラジオで、えー、得た数少ない5代目リーガルのファンの方々をね、えー、僕一人になってもあの離れていかないように、えー、ちゃんと 気持ち引き締めてて、ね、楽しくラジオやっていきたいなとは思っておりますよろしくお願いいたしますはいまあこんな感じですかね番組説明の方はね、よろしくお願いいたしますまあ要は今週から新番組ということですのでまあ、とりあえず今週は一人でやっていきますのでよろしくお願いいたしますはい、えー、まあ、とりあえず1週間の振り返りではないですけどまあさっきの話の流れから続いて先週ですね 先週の日曜日に大学生っぽいラジオ学生芸人5代目リーガルを添えてがあのーまあ、終わったわけですあすいませんちょっと一回、あのー、別のこと言っていいですかもう別のこと言っていいですかすいませんあの曲ですねあの曲の方もですねどんどん募集しております、あのー、特にラジオで聞いてる方々はですね、あのー、自分が流した自分が、あのー、番組で,です、あのー、メールで コメントしていただければメール送っていただければあの曲を流しますのでリクエストの方も随時お待ちしておりますツイキャスでもですねあのコメントで曲の名前言っていただければ、まあ、できればアーティストも言っていただければ、えー、こちらで、まあ、探してあればですけど流していきたいと思いますのでどんどんコメントよろしくお願いいたしますということでしたはいすいません、えー、話の方を戻しますけれどもえー、っとですね何の話をしていたっけ、えー、っと先週でしたね 先週、えー、大学生っぽいラジオ、学生芸人5代メディーガルを添えてがとりあえず一旦終了したということででもですね、ラジオは先週で終わったんですけどその日の夕方のライブで5代メディーガル自体はちゃんと解散するという方向なんですね、方向だったんですねまさみさんから今リクエストきました、えー、また後に流しますのでよろしくお願いいたしますえー、来たんですよ、何だったっけその、あラジ、あのーなんだ、何の話したっけ そそうそうお笑いライブねそのお笑いライブで、あのー、ついに解散するという感じだったんですよ、その日曜日のラジオ終わりのお笑いライブで、みたいな感じで、もう1日でかなりまとめたっていう、お笑いもラジオもいい感じで、それでね、あのー、ライブに出たわけですよ、そのライブが、まあ、もう終わった話なんですけれども、大学生、お笑い、大学生の芸人4組で作るライブ、しかもみんな1996年生まれで、それの名前がクローズという。 96でクローズというね、あのー、ちょっと若干カッコつけて透かしてる、あのー、タイトルなんですけれども、まあ、それで、あのー、ライブしたんですよ初めてね自分たちでライブ立ち上げて自分たちで集客もして、あのー、場所も押さえてチケットも作ってみたいな感じでもうかなりの手作りのライブを大学生4組でやったっていう、まあ、かなり貴重な経験でそれを最後のライブにやらせていただいて、えー、やったんですけれどもまあねお客さんの方はですね まあでもしっかり入ってはくれたんですけれども、あの見栄えするぐらいは会場、ちゃんと入ってるなぐらいは入ってきたんですけど、やっぱりね、あのー、僕たちもちゃんと集客とかは、ちゃんと今後しっかりしていかないなと思って、<laughs> なかなかの赤字になったようですね、ライブは。<laughs> なかなかでもなかったかなちょっとぐらいかなで、チケット売れてない人は、その売れてなかった分の差額を支払うみたいな感じで、僕は一番稼いだんで、チケットは12名ぐらい呼んだんで、あのー、全然ペナルティなかったんですけど。 <laughs> まあまあお客さんは比較的少なかったですけど、まあ、僕たちがネタをして楽しませるっていうのは別に,お,にお客さんが何人でも特に変わることはないと思ってたんでまあやったんですけれども、まあ、結構、まあ、僕たちのネタだけで言えばまあまあ受けたやつさんかなり受けましたねいやあれはびっくりしましたあのー、その前のライブで結構 まあ滑ったじゃないけどあの手応えが悪かったからだいぶ自信なくしてたんですよこの5代目リーガル最後のネタでしかも1日に2本するネタでそれで滑ったらどうしようとは <laughs> ずっと思ってたわけですよ滑ったらどうしようかなって思うじゃないですかだけどあの意外ともう結構良かったなあの日のネタはもうネタの1発目からかなりの 笑う受けくだかが「おい濡れティッシュ」って言って俺がああ濡れティッシュって僕呼ばれてたんですねっていうつかみから入るんですけどまあこれでラジオで言ったら全然面白くないですけど会場では思いのほか受けて大体いいねあのー、お笑いって、まあ、僕がお笑いってっていうのもうざいですけどあのー、最初の、ね、最初のまあネタのつかみあれができれば最初のネタのつかみが受ければ結構もうこのネタ受けるんですよ。 経験上っていうか、まあ、そ,そんな感じはするんですよほ、まあ、他の芸人見てても、まあ、それで掴んだところとことで僕たちも一応結構あの乗ってリズムもネタのリズムも良くなってそれに応じて受けていくみたいな感じですかね結構お客さん笑っていただきまして本当にありがたかったなと思ってでその次の2本目のネタもまあまあ受けたんですよいや良かったなと思いましたね <laughs> ぜひあのラジオ 結構みんな見てほし,しかったですね、このラジオを聴いていただいている方々にも、もしかしたら、まあ、ラジオを聴いている方々もライブ見に来たよって人いるかもしれないですけど、まあ、ツイキャスでもですね、もしくはラ,ジあのライブ見てラジオを聴いている方とかいるのかな、ね、サーエーさんからもコメントで、ライブ見に行きたかったなと、どこでもドアがあればすぐ沖縄行けるのにねってね、サーエさんは今、本土にいるということで。 仕方ないですよねまさみさんも沖縄いいなということでまさみさんも埼玉の方ですよねうんスイキャスは結構本土からのね、えー、視聴者の方々も結構多くてあ見せてやり見せてやりたかったって言おうとして見せてやりたかったって言おうとしてしまったすいませんねあの見せたかったですねあのラジオをずっとコメントしていただいてね ツイキャスでも見ていただいている方々なのに多分ネタを1ミリも見たことがないと思うので <laughs> 本当にこいつらネタやってるのかって感じだと思うんで一度ぐらい、ね、ネタを見せたかったんですけど、まあ、そ,れその前にですね解散してしまって、えー、申し訳ないですけれどもサーエーさんから今後はピンでお笑いしていくのというコメントもね、えー、鋭い質問が来てますけれどもこれが今迷ってる状態うんもちろんラジオの方はですね もう本当に続けていきたいと思いますしラジオっていうのはずっと高校生の時からやりたいなと思っててそれを簡単には手放さねえぞって感じであの芸人じゃなくてもラジオをするっていうのは変わらないと思いますえー、それであのピンでやるかって言ったらですねお笑い芸人としてそれはまだ微妙ですね一度ピンでネタは何回かやったことは実はあるんですよだけど、まあ、僕が実際やりたかったのは2人で漫才するとかコントするとかだったんで それをピンでどうするかっていうのはピンでも今後やっていっても OK なのかっていうのはちょっと自分としてまあ微妙ですねまあでもいいネタができればやるかもしれないですねうんただ自信ないっていうだけかもしれないピンがね <laughs> ね。まあピンで面白い人はいっぱいいるんですけれどもまあみたいな感じでもお笑いの方に関しては今後は不透明ということででもラジオには他のお笑い芸人の、えー、やつらも結構出していこうと思ってますのでよろしくお願いします あそのライブの話に戻りますけれども、まあ、ネタはねネタはかなり受けたんですよラジ。ライブ終わった後も来てくれた友達の人とかにはあのお前らが一番面白かったよとか言ってもらえたりね本当に一番面白かったかわからないですけどとか言っていただけたりしたんですけれどもあの <laughs> 企画がね企画をやったんですよ。まあ、ライブって大体お笑いライブってあのネタと他に企画っていってなんかいろいろやるんですけれども、まあ、大喜利とかねやるんですけど僕たちは あの言わせろ NG ワードっていう頭になんか NG ワードを掲げて本人はそれが見えてなくてそれをみんなでトークンをしてそれを言わせたらそいつの負けみたいなやつをやったんですよめっちゃ面白い企画なんですよねこれ FEC でやってて FECFEC の企画をパクったんですよ面白かったからでそれをやったらやっぱり素人がやるとうまくいかないもんですねあのだいぶミスりましたよね <laughs> 結構、企画でやらかして、まあ、そんな言っても言葉で説明してどんな感じで説明すればいいか分からないですけど、まあ、そんなにうまくいかなくてねあの企画の方はまあ失敗に近い感じだったんですけど、まあ、それ以外のネタではみんな受けた感じだったし、まあ、僕、MC をあらかきしんとやったんですけどライブの、まあ、MC も結構あの無難にこなして、まあ、結構いいライブではあったなと思,思いますね。手作りで初めて 事務所にも入ってない大学生4組がやったにしてはかなりライブとしては良かったんじゃないかなと思いますまあでもそしていろいろ課題ができて今後またこうやって大学生でライブを作っていくとかなった時にはかなり生かされるのかなとは思っておりますけれどもうんまあいい経験にはなりましたね非常にまあコンビは解散しましたけれどもそのライブでまあ一番良かったのはまあ最後に受けたっていうのが良かったねうん 最後に受けて終わったのが一番良かったね。もう最後滑るのが一番終わりだからな。最後受けたことによって面白いコンビだったなで終わったから、最悪。最後まで面白くなかったなでわ終わらなかったのが一番良かったですかね。<笑><笑>まあ、みたいな感じでこの前のライブ終わって、しかもですね、あのライブかなりまあ自分で言うのもあれですけど、まあ、受けたんですよ。まあ、笑っていただいたんですよ、お客さんに。したらなんか あの営業も仕事も入っちゃって <laughs>、なんかあらか旬つながれで、なんか沖縄県立看護大学の人が見に来てて、生徒さん、生徒会の人かな、で、五代目リーガルさん、9月ぐらいにやる沖縄,かん沖縄の,県の県館の県立看護大学の,あのなんて舞台に出てくださいと、連タしてくださいと言われたんですよまさかの。まさかの解散直後に初の仕事のオファーが入るという。 <laughs> そんなことあると思って、うわーと思って、まあでもこれに関しては、ですねあのもしかしたら、そのおかげであの最後のネタじゃない可能性があるという、その先週の日曜日のライブが最後のネタじゃなかったという可能性もあります、もしかしたら県立看護大学であのネタをするかもしれない、5代目リーガルで <laughs> もしから、もしかしたらですよ、あっちのあれもあると思うし、都合も、くだかがどうかっていうのもあると思うし。 もしかしたらやるかもしれないです。まあ、その時はまたラジオの方からでも、あのー、皆さんにのお伝えできればなと思っております。はい。みたいな感じで、えー、最後のライブが、まあ、波乱万丈な感じで終わって、五代メリーガルも解散いたしました。で、今後が不透明ということ。くだかは勉強頑張っていきますので、くだかの方も応援してください。まあ、どんな人を応援するかっていうのもあるんですけれども。えー、でそんなくだかなんですけど、<laughs> ちょっとね、あの、 どちらもですね、僕と百鷹ね一応将来芸人やろうとは思ってなくてもちろんあの就活なんですけれどもあのテレビ局に就職したいというのは2人ともあるんですよだからですね、あのー、2人でこの何ていうの、まあ、テレビどっちもテレビ局志望ですのでだからこのラジオとかでもボランティアスタッフとかの経験もさせていただいてるんですけれどもその百鷹某沖縄県内のインターンシップで。 あのもう3年生だからインターンシップ募集してるんですよ県内テレビ局各社がでそのあるテレビ局あの募集人数が夏のインターンシップあの5人なんですね5人5人しか募集してないんですよで僕たちも一応それに入りたいからまあ応募するわけですよね沖縄県内外問わずあの沖縄テレビ局で働きたいっていう人はで僕もエントリーシート書いて応募してだか、まあ、も応募したらしいんですけどあのまさかのね 沖縄県内5名のその沖縄県内の某テレビ局の枠に5名ですよインターンシップあの俺とくだか2人とも受かってしまうという <laughs> まさかのね解散した五代メディーガルの <laughs> 塊同士が2人とも沖縄県内のテレビ局のインターンシップ5人の枠に入ってしまうという <laughs> なんともシュールな映画あの状況がね今あの完成してますのでだ,だからあの僕くだかと2人であの沖縄 県内のあの某テレビ局のあのインターンシップに2人で行きます <laughs> あすくだかとは別にもともとプライベートでとても仲の良い友達ですので普通に遊びますね <laughs> なのであのー、インターンシップもくだかと2人というねただネタをしないというネタしなくてラジオしないというだけであってほぼ私生活でも5代目リーガル一緒にいるという特にインターンシップではなぜかくだか インターンシップまであいつと一緒だばっていう感じなんですけれどもまあまあねあの数少ないインターンシップ募集でどうにかあの合格させていただいて嬉しいですね、まあ、全然これとまた受かる就職で採用されるかどうかっていうのはまた別の話なんですけどとりあえず第一段階としてインターンシップに合格できたということは嬉しいことですインターンシップも頑張りますもともとまさみさんからもあの就活してるのというコメント来てますけどそうなんですよあの もともとそういう、まあ、芸人やってるんですけれどもあのテレビ局のそういう記者とかテレビ番組作るとかやっぱこういうエンターテインメントに携わる仕事に就きたいなと思っててそれの延長線ではないですけどどっちの延長線なのか分からんけどそのやりたいエンターテインメントなんかそういう番組とか作ったり報道記者したりしたい気持ちの延長線で芸人やってるのか芸人で笑わせたい延長線で。 そのテレビ局就職したくなったのかそれちょっとよくわかんないんですけど <laughs> まあとりあえずそういうのに興味があるということでだから芸人もやってるしこういうテレビ局に入りたいとかそういうのもやって,言ってるしみたいな感じなんですよ <laughs> だから、あのー、将来就職としてはこんなしてエンターテインメントの分野で就職したいっていうのはあるんですよねうんまあ芸人で売れれば一番面白いですけどそれが <laughs> ネタするだけで金もらえるんだからね だからまあ正社員みたいな形にはなりますけど、それでもこういう記者とか番組作ったりとか楽しいことに携わっていきたいというのはもともとのえ僕,たち僕たちって言ってもあれだけどまあ僕の考えですね。だから今、テレビ局入ろうと頑張ってるんですよ。逆にあのテレビ局以外考えてないっていうのが今の一番危ないところですね。テレビ局、俺テレビ局落ちた後のこと全然考えてないんですよ。どうしよう。もう FM コサで就職しようかな。 <laughs> もう FM 小ザに就職するしかないんですかね、テレビ局もし落ちたらよ。その後考えてないっていうのは怖い、マジで滑り止めで他の、例えば公務員とかね、企業とかに入りたくはないんですよ。公務員嫌だし、企業、だから普通にサラリーマンとかめっちゃ嫌なんですよ、だから普通が嫌なんで、ね、だからテレビ局落ちたらどう,どうなるんだろうと思って、一転してクズになるしかないのか。<laughs> それとも FF 講座でスタッフになるか <laughs> そんな感じですねみたいな感じで、あのー、まさかの就活もくだかとかぶってしまうみたいな話でした、えー、それではですね、えー、そろそろ曲の方に行きたいと思っておりますまさみさんからですね先ほどリクエストいただきましたありがとうございますこれ先週も流したような気がするんですけれども <laughs> まあまあいいでしょうまさみさんからですねあのリクエスト曲が来ておりましてまさみさんスピッツが好きなのかなスピッツ さね、僕もスピッツ結構聞くんですけれどもあのー、ねいい曲ね流しますいい曲ですよねスピッツさんの曲のどれもその中でもですねまさみさんからのリクエストが来ております、えー、スピッツさんで「なぎさ」どうぞ 聴いていただきました曲はスピッツさんで渚まさみさんからのリクエストでした、えー、大学生っぽいラジオシーズンセカンド FM 小沢のスタジオから生放送でお送りしておりますよろしくお願いいたしますはい曲の方も終わりまして、えー、後半戦突入ということで、えー、ツイキャス中ですねあのーあ、ツイキャス中じゃないかあの曲中ですね曲を流している途中ツイキャスの方でもありがたいコメントがたくさんさえさんからですね 沖縄帰ってこれたら下地くんのラジオ観覧しに行きたい、ね、というコメントありがたいですねでまさみさんからも生で下地くん見たいはハートという <laughs> ありがとうございますねありがたいですねこうなって5大メディーガル解散したのにくだかと下地でやってたのにくだかがいなくなったのにここまでねあのー、今までこうやってねラジオ見てくれた方々がどんどんコメントをくださるって こう,やってこういうう嬉しいこと言ってくださるっていうのは本当にありがたいですねいかにクダカがあのいらなかったかというのがわかると思うんですけど <laughs> いかにクダカが <laughs> 必要なかったか <laughs> まあそんなことないですよね皆さんねクダカの方もね今度クダカもなんか生でなんかうるましのあらへん,なんか歩いてたらクダカいると思いますよその辺にだからねクダカもなんかその辺に多分生息してるんでねなんか見つけたら捕まえたらいいじゃないですかねモンスターボールか何かでね、うん、あルドルフさんからもコメント はい、さいこんにちは、五代目リーガル師匠、下地様今日もお笑いを、てんてんてん、あの、ルドルフさん、解散しましたよ、5代目リーガル師匠は。<laughs> だから、下地様だけになってますけど、まあ、今日もね、頑張っていきます、ルドルフさんもよろしくお願いいたします。はい、大学生っぽラジオ学生芸人、5代目リーガルを抑えてじゃなくて、おー間違えた。 5代目リーガルを添えてって言ってしまった <laughs> 大学生っぽいラジオシーズンセカンド5代目リーガルは解散しちゃいました、えー、下地が今日は1人でラジオやっております、えー、最後までお付き合いくださいよろしくお願いいたします、えー、曲の方もですねまだまだリクエストお待ちしておりますのでどんどんよろしくお願いいたします流す曲、まあ、数は限られてくるんですけれどもよろしくお願いいたしますはいいやーね夏ですよね本当にね夏ですね本当にもう最近は 雨も上がってですねかなりのもうカンカン照りが続いてますけれどもあらあら小学生がね目の前を歩いてねバイバイしてきましたけれどもはい、あのー、夏といえば高校野球ですよ、あの僕,なんかあの僕なんかじゃないか、あのー、今今も沖縄もね一足早く全国に先駆けて夏が始まりましたけれどももう沖縄決勝ですよ、まだ内地は1、2回戦ぐらいじゃない、沖縄もう決勝になってますからね。<laughs> 今日1時からあの決勝、未来校歌対江南、えー、未来効果高校対江南高校が決勝ということで、これがすごいんですよ、未来効果ね、僕たちの時あ強くないって言ったらあれですけど、まだ全然強豪じゃなかったんですよ、もうい僕たちとあの僕たちもそんなに強くない高校だったんで、まあいい勝負するぐらい、未来効果とは。うん だったんですけど、もう今となっては決勝にも出るようになって未来効果って感じしますけどね。俺たちの時からしたら3年前なんですけど、僕が高校球児だった時もあ、野球部だったんですよ、僕。<laughs> そう、僕野球部だったんですよ。あリクエスト来てますね。また後から探してみて流したいと思います。えっ、ー、とですね、そう、その、やってってこう未来効果ですよね。未来効果対コーナあ、コーナーはもう常連ですけど。で、またコンさ 今年のもう高校野球はもう僕が現役の頃に1年生だったやつよりも,もう下だからかぶってないんですよ、学年は。僕たちが卒業したあとに,に入ってきた1年生たちが今の3年生なんで高校野球だからもう全然知らないんですけど <laughs> 全然知らないんですけどあの今年の高校野球面白いんですよな <laughs> ぜか。 もう2回ぐらい見に行ったんですけど、友達と、まあ、僕の母校の具志堅高校の試合がてななんですけど、そうなんですよ、コメント、改めて言いますけど、僕、高校時代野球部だったんですよ。大ファンのまさみさんでさえ知らなかった <laughs> 事実、<laughs> 野球部だったんですよ。具志堅高校というところでね、野球やってたんですよね高校、小学校から高校まで。大学もちょっと軟式やってたんですけど、高校野球部で。 まあそんな感じであの今,のこう今,まあ今の話今年の話しますけど八重山農林とかがベスト4入ってるんですよ八重山農林ですよ農林高校って何でか分かんないですけどそんなに強くない高校が多くてその中で八重山農林がしかも八重山って八重山高校も強いし八重山商工も強いから八重山農林ってあの忘れられがちなんですけどまさかの八重山農林がベスト4まで入るっていうめっちゃ面白い俺こんなのが一番好きなんですよ あんまり注目されてないダークホースみたいなのがベスト4入って勝ち上がってくるみたいなのがめっちゃ好きなんですよだから八重山農林めっちゃ応援してたんですけどまあでも未来効果も未来効果で地元のやつ地元の子多いし実際未来効果ってもう未来効果だし <laughs> どういう意味か分からんけど <laughs> 練習試合も何回かしてたしだから未来効果も面白いなと思うどっちも面白いカードだったんですね4段準決勝の八重山農林対未来効果未来効果が かなりの力を見せつけて 8, 回8対0でコールドしたんですけど八重、まあ、山のりん、まあ、結構おも面白かったですね夏を盛り上げてくれたチームの1つだと思っていますだから未来効果とコーナンどっちがいくかな未来効果はバッティングがすごくてコーナンはバッティングもいいんですけどもちろんピッチャーが、ね、かなりいいんですよ左ピッチャー2人だからどっちがいくかはまだ分からないですねでも未来効果がいく面白さも期待してますね 未来効果になってからは一回も甲子園行ってないんで、未来効果は。中部工業時代には。あれなんですけど。さやさんからコメント。ちなみに、何の、南部農林ですか南部農林には分からないな。多分、南部農林多分、連合チームで出てたかなね、大会には。なんか人数が少ないみたいな感じで。ちょっとあんまり詳しくないですけど。みたいな感じ。だから、どっちが勝つかな、未来効果と、コーナ今後、また1時から、僕のラジオ終わってすぐですからね。ちょうどいいですね。 ラジオは聞けるよ、最後まで。ね、野球だからラジオ抜けるとかな無理ですからね、もういやラジオ終わって、もうすぐ決勝戦が始まりますので、沖縄の道路から車が、ね、いなくなりますよ、楽しみですね、僕も見たいと思います、楽しみですねということで、はい、それでね、僕の高校野球なんですけど <laughs>、3年前に僕、まあ、高校野球やってたんですけど、いやーねー、後悔しかないですよね。 最近、あの昨日もバーベキューして友達と野球部時代の友達と集まったりしてたんですけど、やっぱり高校野球ちゃんとやっとけばよかったというね、コメントが多いですよね、みんな。僕の具志堅高校っていうところで野球やってたんですけど、まあ、そんなに強いコーナーじゃなくい,コーナーじゃない強いチームじゃなかったんですよね、一応、自称進学校みたいな感じだったんで、言い訳にならないですけど、で、あと監督が <laughs>、1年に1回ずつ変わってたんですよ <laughs>。 1>, 1年の時はある監督で2年になったらまた新しい監督来て3年になったらまた新しい監督来てっつってみたいな感じだったんですよだからあのだからって言ったらダメです監督のせいにしたらダメなんですね僕たちも監督に反抗とかしてたんですよ2年の時の監督は僕たちがあの時代に入った時の見てくれてた監督の時はあのはんかやり方に対して僕なんかが文句言って集会かけて先生呼んで こういういい野球はダメだと思いますみたいな1人ずつコメントして先生に反抗するっていうこんな野球はあるっていうぐらい逆にそのメンタルすごいなっていうぐらい監督に反抗するんですよ部員が集まって監督ミーティングに呼んで <laughs> いやグラウンドで笑ったらダメっていうのはおかしいと思いますみたいな <laughs> 僕なんかが言って監督ぶち切れて喧嘩するっていう <laughs> 今考えたらその,その時の監督がね本当にいい監督だったんですけどね 高校生の僕たちには分からなかったんですけど、で、3年になって、3年の4月になったらまた新しい監督が来て、その監督もですね、僕なんか,なんかまたた、また急に新しいことし始めて、チームを A、B に分けるって言って、まあ、1軍、2軍に分けるって言って、チームを、でも僕なんかもう4月もう、もうあと2、3ヶ月しかないじゃないですか、夏まで。それで A、B に分けて、そっからしかも新しい監督なのに、 ちゃんと選手の力見極めきれるのみたいになって僕なんかもまたその今度その監督にみんなで反抗していやそんな AB に分ける野球はあの僕たちやりたくないですって言ってでその監督も怒ってじゃあ俺たちは見ないって俺はもうお前なんかをの練習見ないって言ってあ見なくて大丈夫ですって俺たちも言って部長の若い部長の若い就任2年目の野球部の部長の人に僕たち見てくださいって言ってもうその監督と縁を切るっていう。 やったんですよ僕たちヤ <laughs> バくないですか <laughs> 当時の <laughs> 高校球児こんな球児いるっていう <laughs> いや今考えたらすごいことしてたなと思って練習しれって感じですよねそれでちゃんと練習をやるんだったらいいんですけどしかもその時グランドあのクーラーの工事でグラウンドにプレハブが立っててほとんどグラウンドがもう半分しか使えなかったんですよだから満足なノックもバッティングもできない状態で それでもうそれだと、まあ、そういうのもあったとしてもなんかそれを言い訳に正直練習まともにちゃんと取り組んでなかったのは絶対あるんですよ文句言うのはいいんですよだから僕も100歩下がって監督に文句言ったり自分たちの意見言うのはいいと思うんですよでもそれをいいことにグラウンドがないっていうのを言い訳にしてなんか気持ち入ってない練習とかなんか妥協した練習したらそれは違うじゃないですかね で結果、チーム全体が一人一人がどうか分からないですけど、全体的にそんな感じの雰囲気だったんですよ。夏、勝てるわけないですよね。っていうのはずっと思ってたんですけど、僕、シンプルに控えられたんで <laughs>、ベンチはどうにか入ったんですけど、シンプルにレギュラーじゃなかったんで、そこまで強いこと言えないっていうね <laughs>、心に秘めてたんですけど、まあまあま、みんなそれは感じてたと思うんですけどね、やっぱりそういう気持ちだったんで、 まあないし一生懸命やってたつもりではあるんですよ、どこかでそういうおごりじゃないですけど、甘えがあったから、1回戦負けしたんだろうなと思って、1回戦負けだったんですよ、春1回勝った相手に夏負けてみたいな感じで負けたんですけど、だからやっぱり結局、そういう感じの終わり方したらね、3年経っても引きずってるよね、<laughs> もう集まったら野球の話ですよ、昨日もビデオ見てね当時の試合のビデオ見て。 なんかもうまあ結局、それもそういう話も楽しいんですけどやっぱりそうならないような野球人生は歩むべきですよね、一生懸命やって悔いが、どんな感じ、どんなにやっても悔いは残ると僕は思うんですけどやっぱりね、野球頑張った方がいいと思う、部活,部活なんでもですけど悔いは残りますよね、本当に今でも夢で見ますからね、野球の。本当にそんな感じで 高校野球は終わりましたけれども、えー、コメントね、ルドルフさんから、えー、軍隊のような部活動じゃなくてよかったですねと、どっかの軽高校って軍隊みたいですよと、いやー、まあね、でもね、まあ、あんまりね、軍隊みたいにやって体罰とかなっちゃうとおかしいと思うんですけど、僕、やっぱり高校野球はね、本当にガチでやりた,かった,やりたいですね、やっぱ今だったら本当に軍隊みたいな練習でもいいと思ってます。 当時,はきつまあ、当時もかなり軍隊みたいな練習しましたよ、僕たち、進学校といえども <laughs>。冬のトレーニングは本当にすごい、死ぬほどのトレーニングはもちろんしましたけど、やっぱりそれでも後悔するってことは、それでも多分甘かったと思うし、もっとちゃんとやりたかったなっていうのは思いますね、本当はね。まあ、もう3年経ってるから、もう今から高校野球はできないんですけど、 ま,あでもまた今日、なんか友達からあのー、草野球キャッチボールしようって来たんであの久しぶりに野球したいんでね、キャッチボールはあのー、今日のあのー、どっかでキャッチボールします、友達と。なのであの見に来てください。<laughs> 見に来てくださいもおかしいけどさ。<laughs> あ間違えた。はい今、なんか間違えましたけれども。 すいませんラジオ聴いていただく方々なんか曲がね今変なのありましたけれども、えー、申し訳ございません今のですねあのサエさんからのリクエスト今探してるんですけどねどこにあるんですかねアイコンさんの曲なんですけれども、うん、どこにあるんだろう今探してる途中です何かあれば流したいと思いますのでよろしくお願いいたしますどこにあるんだろうねはいまさみさんからコメント モテたあ高校時代の話ですかね野球部の話してたから今かなりモテたんじゃないのいや全然モテないですねイケメンじゃないですよ僕 <laughs> 多分じゃないですよ全然あのブスギャらですね言われたことないですねイケメンとかあのー、高校時代はあのー、もう変なことしかやってなかったんであのー、変なこともう受け狙い下ネタ行ったりもう女子の足引っ掛けたりとかもうそんなのばっかりやってたんで 1>, あの1ミリもモテはしなかったですね。1回彼女はできましたけど、まあ、全然モテはしない高校生活でした。まあ、楽しかったですけどね。まあ、もちろん部活も学校も。うん、みたいな感じで、ああ、もう高校、多分高校野球の話したら、多分ずっとできるんで、あんまり途中でやめときましょうね、このぐらいで、ね。今度じゃあ,あ、高校時代の野球部の c m イと呼んで、高校野球の話をひたすらするっていう。甲子園高校野球大好き芸人の コーナーナでもやろうかな、もう番組通して、さっきコメントで甲子園期間中は野球のコーナー作ればというサボさんからのコメントありましたけど、結構いいアイディアですね、やろうかなとは思ってます。<laughs> 今度だから高校時代の友達呼んでこの、あの時の野球で、あの時みたいな感じのとかで、ね、<laughs> やっていこうかなと、なんか一応考えてます。ぜひそ,うその際は、う野球好きじゃなかったら申し訳ございません。 野球好きなな方は聞いていててただければなと思っおりますそうそうサーエイさんからのリクエストの曲ありましたよアイコンさんですよねアイコンさんでこれ何て読むか分からないリズ,ムリズムですかリズムたありましたので流していきたいと思いますアイコンさんで、えー、リ,ズリ,エリズムたジャパニーズバージョンどうぞ はい大学生っぽいラジオ学生芸人5代目リーガルを添えて FM コザのスタジオから生放送でお送りしておりますはいちょっとジングルで今なんかぐちゃぐちゃしましたけれどもラジオを聴いてる方々ごめんなさいいつものことですはい大学生っぽいラジオ学生芸人5代目リーガルを添えてじゃなくて大学生っぽいラジオシーズンセカンド f m コザのスタジオから生放送でお送りしておりますよろしくお願いいたします はいもう番組も残り10分ぐらいとなりましたけれども、もう1人で全然喋れますね。意外と喋れるくだかいなくても。<laughs> いや、まあ本当にツイキャスとかでのコメントも来ていただいたおかげです。はい先ほど聞いていただきました曲は、アイコンさんで、えー、ちょっとあの曲名が読めなかったんですね。リズム・タみたいな <laughs> みたいな名前でした。ラップでしたね。面白い。楽しい曲でした。ありがとうございます。 はい、また来週もです、ね、全然あの曲のリクエスト、えー、お願いします流しますのでよろしくお願いいたしますはい、えー、番組も残り10分となりましていやー何の話してましたっけ高校野球の話してたんですよねずっと高校野球の話ね本当に高校野球もう1回やりたいっすねっていうずっと話でしたよねいやーだからもう今度また本当にさっきも言いましたけど高校球児を。 元高校球児を連れてきて僕の友達を連れてきてなんか野球の話とかで盛り上がれたらいいなとは思っておりますみんな野球好きかなどうかなみんな本当に聞きたい聞,聞くんだったらやるけど <laughs> はいまた来週からはあのー、芸人の仲間とかそういう友達とか呼んでゲストを毎週お呼びして、えー、ラジオをやっていこうと思ってますのでよろしくお願いいたします、えー、知念ねねボーダーダコリの知念、ね 会話でも出てますけれども、ツイキャスの方でも、ボーダーコリーのンの知念っていう芸人がいて、何回か僕のラジオで出したことあるんですけど、5代メリーガルの時に、そいつ、あの次の3時から、2時か、2時からのお帰国ステーションにもね、ちょいちょいあいつゲストで出て出て,て、全然喋らないんですよ、あいつ、お帰国ステーション出たら。<laughs> 周り女子だからかな、あいつのラジオ、1回お帰国ステーション聞いたことあるんですけど、あいつが出てる回、1ミリも喋らないんで、<laughs> いる意味あるかと思って。<laughs> 絶対あいつ、いや椅子埋めてるだけだからな <laughs> あいつ、絶対椅子埋めてるだけどカメラの前で。そんなにも全然しゃべらんなと思って、こっちのラジオで出たら結構喋るのにね、本当に置物になる時ありますよ、コメントでも来てますけど、<laughs> 本当にただの、椅子に置物を置いてるのと同じですからね。多分あの FM 小座の前にある、あの、A 坊の、A ボーのあの、大きいオブジェ持ってきて置いても一緒ですからね、<laughs> 別に、あいつは。<laughs> こっちのラジオでね、 あ,あいつの練習させてねお曲ステーションでも暴れるようにねあいつを俺が育て,た育てたいと思いますので <laughs> 楽しみにしていてください <laughs> よろしくお願いいたしますはいそうですねあの曲の方がですねもうリクエストが流せないんですよね申し訳ございません本当にあ FM 小座のスポーツ大会の方皆さん行かれましたか FM 小座のスポーツ大会がねあの7月15日に去った昨日の7月15日ですね沖縄市の運動公園 どうしよう体育館であったらしいああったあったたんですよ、ドッジボール大会が結構あの盛り上がってねたくさんのリスナーの方々またパーソナリティの方々に参加していただいてね、まあ、本当に途中もと特にボドッジボールが盛り上がってねみんな景品も結構あったんでね楽しかったですね、本当にいいスポーツ大会だったと思いますまあ僕、行ってないんですけどね、全然行ってないんですけどね、すごいぐらい行ってなかったですね、本当に。 たまに一応、会ったことはしてて、あの連絡は来てて、すみません、いけないですとは言ってたんですけど、本当に行ってないですね、びっくりするぐらい、忘れてましたね、あの野球見てましたね、本当に <laughs> そ、なんかルドルフさんからもコメント来てますけど、あのせ大盛況だったらしいですね、本当によかったです、ね、僕がいないから、全然盛り上がらないかなとは思ってたんですけど、まあ、非常に盛り上がったようで、まあ、よかったですね。うん 沙織さんのチームが優勝だったと。秋名沙織さんね。うん。きな沙織さん、FM コザでもパーソナリティしてる。き名沙織さんのチームが優勝だったということで、おめでとうございます。<laughs> おめでとうございますっていうか、そうですね。<laughs> みんな野球も見ずにドッジボールしてたんですね。ねまあまあ、ドッジボールも楽しいな。まあ、やり行きたかったですね。用事があって行けなかったんですけど、まあ、さっき今野球、野球見てたって言ってしまいましたけど、あの行けなかったんでね、あのもし今度、機会があれば、 積極的に参加してていこうと思っております管賀、はい、も、管賀も連れてきてね <laughs>、その時なんか、まさみさんか、さえさん、ルドロスさんでも、もし沖縄にいることがあれば、僕たちに <laughs> 絡んでいただければと <laughs> 思っておりますけれども、はい、あまさみさんからもコメント、楽しい時間、あっという間やねということで、あっという間ですね、楽しい時間は。まあ、本当に1時間喋れるか、結構不安だったんですけどね。 いけるかなと思って全然話の内容もほとんど決めてなくて大まかに野球の話してライブの話してぐらいしか決めてなかったんですけどよかったですねあとこれ10秒ですねもう CM 入るんで今からよろしくお願いまた来週もよろしくお願いしますさようならあっもう途中でいくらしいですありがとうございます ツイキャストありがとうございましたなんか終わり方が急だったんですけどさえさんまさみさんルドルフさんと、えー、サボさんですねコメントありがとうございますまた来週もよろしくお願いしますツイキャストしますありがとうございます